はい、フジモンです。今回は私の愛車 BMW1 シリーズの内装編紹介ということで、紹介していきたいと思います。外装の時もそうだったんですけどね、基本中も今なんかのエアコンの送風口のところにこういうのついたりしてますけども、中に関してもほとんどと言いますかほぼノーマルですね。純正デッキエアコンありまして、はい、もうちょっとこんな感じで、あるんですけども、唯一、購入した時にこのシートカバーですねがついてました。黒で結構、シンプルな感じのシートカバー、どこのメーカーなのかちょっと分かんないんですけど、ちゃんとフィットしてますね。ヘッドレストもフィットしてて結構いい感じですね。高級感出てます。フロアマットもこれ純正かどうかも分かんないですね。購入した時からついてました。結構薄っぺらいですね。お金ができればもうちょっといいものに変えていきたいなと思います。で、ハンドル周りはこんな感じなんですけども、さっき、オープニングでちょっとちらっと映りましたけども、エンブレム BMW のロゴがだいぶちょっと、外装のねリアのエンブレムもハゲてきてたんですけども、この辺りもちょっとやれてきてますね。で、やれてきているポイントとしては、あとシフトノブのこの先端ですね、分かりますかね、こんな感じでちょっとゴム剥げちゃってますね。ハンドルは比較的綺麗ですね。分かんない、前のユーザーがハンドルカバーをつけてたりとかしてたのかもしれないですけども、綺麗です。そして、鍵ですね、この差し込むタイプになってまして、ここに差して、プッシュスタートですね。ブレーキ、ちょっと FM うるさいですね、押しながらですね、ヒューランプついてます。ここのボタンでいろいろ表示を切り替えることができますね。燃費がだいたい今、11.7 とかです。はい、距離が10万872、10万キロの大台を超えてます。で、この方の BMW 乗られてる方のお悩みのポイントとしては、ここの液晶綺麗に出てるんですけれども、なぜか、ここですね、オーディオ周りの液晶が、これがもう暖かくなると何が出てるか分かんないっていう、ボリュームとかね、そのあたりはこう簡単に分かるんで、上げたり絞ったりできるんですけど、ラジオとかですね、そういった時はちょっと非常に不便ですね。何が出てるか分かんないっていう、メモリしてます。メモリしてるんで、大体1番2番押せば、どのラジオ局みたいな形で、消えますね。あと、そうですね、ちょっと、ドリンクホルダー、今灰皿一つ置いてドリンクホルダー小物入れちょっとごちゃごちゃしてますけども、あります。でシガーソケットがここにあります。私今携帯の充電をさしてます。あと AUX の入力がここにありまして、こんな感じで、後ろからも前からも、スマホとかね、音楽を、デッキの方につないでということで、やって鳴らすことができます。あとシフトなんですけども、これ一応ドライブを入れて横にずらすと、マークが変わりますね。通常のオートマモードと、シフトで減速したりとか、
チェンジ上げたりとかっていうような形が、これでできる感じですね。やってます。で、こちらは、まあ、灰皿のスペースなんですけど、まあ、灰皿、携帯灰皿使ってるんで、使ってません。なんかお守りとか入ってますけど、ここにも、まあ、シガーソケット入ってます。あとは、ルームランプですね。こんな感じですね。まあ、運転席と助手席と分かれてます。全体もつけることができますね。運転席側、助手席側、で全体、まあ、後ろにもありますね。で夜になるとね、このちっちゃなここから光が下の方に照りますんで、この辺りが ぼんやりオレンジ色、まあインパネ周り見てもらっても分かるようにオレンジ色が主体の色になってるんですけども、うっすら光りますんでね、ついてるかついてないか分からないぐらいの光っていうことで、非常に、まあ、これは便利ですね。あとは、まあ、ミラーもあったりとか、100均商品オンパレードね、サングラスクリップとかつけたりしてますけど、助手席にも、まあ、ありますね。で、私の場合、ディアがですね、ガラスがちっちゃいっていうこともあって、ヘッドレス、ディアのヘッドレス今撮ってる状態ですね。はい、後方が見にくくなるっていうことで、撮ってるような状態です。まあ、見た目すっきりしてますけどね、これで車検が通るかどうかはちょっと、まあ、なくて通しましたけど、ユーザー車検で通ったんですけど、本来いいのかどうかっていうのはちょっと不明ですね。こんな感じです。まあ、中もね、外装同様汚い状態ですね。またルームクリーニングしていきたいと思いますね。それもまた動画上げていきたいと思います。よかったら見てください。内装編以上でした。